えー、皆さん、こんにちは、えー。ファッツサウンドラボラトリーの厚木、えー、ファッツです。はい。えー、っとですね。えー、っと、今日もまた喋ります。はい。ね、えー、っとね、先週ね、あの、久々にあの、深酒をしたというお話をしましてね。えー、金曜日に。で、金で土日調子悪かったんですよ。ね。でもですね。 その次の月曜から昨日まで、もうずーっとなんか調子悪くて、あーもうね、なんか7日酔いみたいになりましたね。いやー、本当にね、僕このコロナでね、あのバンド辞めてしまって、あのー、ね、前回も言ったかもしれませんけど、あの、一月に2、3回深酒をするという生活をピタッとやめましたんでね、もう肝臓がね、もう日すっごいクリーンになってるんですね。で、そこに <laughs>、 毒薬をですね、あのー、どん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 こう、告ぎ込んでしまうと、ね、やっぱり、あのー、肝臓がびっくりしたみたいな感じで,で、ようやくもう今日あたりからちょっと、あのー、いい感じに体調が戻りつつあります。はい。ね、皆さんも飲みすぎには気をつけましょう。はい。えー、ということでですね、あの、今日何を喋ろうかなと思ったんですけど、あのー、バッファー、バッファーね。 うん、あの皆さんあの、ね、よくバッファー単体のエフェクターとかもあるみたいなんですけどあのそういうのをあの購入されて、ね、使ってらっしゃる、えー、方が、ねまあ、たくさんいらっしゃると思います。はい、でもそれをこうバッファーエフェクターをつないでそう劇的に何か変わった経験ってありますかという。 話をするとなんかん,なんとなく何となく聞いてんのかなみたいなねえ,ねえ僕は実あのそのバッファーっていうのはもうあの使わないんですけどあの以前僕が中学生ぐらいの時中高生ぐらいの時にねあのえー、っとねコンプレッサーというエフェクトあるじゃないですかねあれがね例えば、えー、高中正義さんをやるにはコンプレッサーがないとあの音は出せないとかってって。 そうかとで当時まあ当時まだ安かったんで1万円しなかったと思うんですけどねあの買ってみたんですよでもコンプレッサーをね踏む前と踏んだ後でこれ何が変わってんのかなっていうねその当時の僕の耳にはひ、えー、いては今の僕の耳でもそんなに違いがわからないというね多分バッファーもねそんな感じじゃないかなと。 まあ、極端なケースその本当にバッファーが有効なケース、うん、であればそのバッファーの効果っていうのを、えーとまあ、感じることができると思うんですけど、うんえー、とそうでない場合っていうのは多分あってもなくてもあんまり変わらんっていうのがね正直なところだと思います。でなので今日はそのバッファーって何ぞやっていうのをですねあのまあ徹底ではないですけど、まあ、本当に徹底解説しようと思ったら。 もうこれ何時間かかるかわからないというので、まあ、あまあ徹底に近い解説をし,たしてみたいと思いますはいであのまたあの台本も何もないのでちょっと絵は描いてきたんですけどねうんあのひょっとしたらえっ、ー、とね言いたらないことも後から出てくるかもしれませんがまあちょっとそのバッファーとは何ぞやっていうのを喋ってみたいと思いますはいであの皆さんあのバッファーというと何するものって 聞かれて、あの、明確にこう答えることができる人、いらっしゃいますか手を挙げて。2人。うん、ね。はい。で、多分これをね、えっと、エフェクターを作成している方もご覧になっているかもしれない、可能性があるので、そのエフェクターの作成されている方、バッファーのご利益を、えっと、自信持って説明できる方。 手を挙げて。ゼロ適当言って,いてますけど。はい。なんですね。これ、ね、バーーってね、結構難しいんですよ。で、あの、多分皆さんね、インピーダンス変換。えー、ハイインピーダンスをローインピーダンスに変えるとかね。うん。で言わ、と、こう、捉えてらっしゃる方がいると思うんですけど、まあ、それはそれで全然間違いではないんですね。うん。 で、でも、その、インピーダンスが高いところから低くしたら、何がどう変わるんだって言われたら、皆さん答えれます多分これ答えれないと、正しく使えないですよね。ね。うん。で、まあ、その、ね、まあ、一言で最初結論から言ってしまうと、あの、バッファーっていうのは、さっき言ったように、その、えっと、低いインピーダンス。まあ、何らかの高いインピーダンスを、えっと、低いインピーダンスにする。 っていうのは、これは正,正解の一つ。で、もう一つは、あの、えっとね、ちょっとフランクな言い方をすると、あの、ギターとかエフェクターの負荷。エフェクギターに対する負荷。または、えっと、エフェクターに対する負荷。で、負荷って何じゃというと、どういう漢字を書くかというと、負ける荷物のに、負荷ね。これって、 あの要はそのお荷物です、うんえっと、ギターやエフェクターに対するお荷物、うん、に、えっと、元気にですね電流を、えー、流し込んでギターの信号もしくはエフェクターの出力の信号を、えー、っとへたらないようにする、うん、要はその電流をジャカジャカそのふあのギターエレキギターの負荷または えー、エフェクターの負荷に、えー、とじゃがやか電流をですね元気に流し込んであのギターやそのエフェクターの信号の劣化を、えー、避けるというご利益があるものです。はい、でその負荷じゃあその負荷って何っていうと一つはシールドケーブル、うん、これ負荷そのお荷物です。 ギタターとかエフェクターに対してお荷物ですね、うん、でさらには、えっと、これも,もちろんこれ必需品なんですけどアンプねアンプこれも負荷です、うん、でアンギターとアンプをつなぐでエフェクターの出力からアンプをつなぐでそうするとギターからアンプを見た時エフェクターからアンプを見た時にそのアンプの入力にあのまあ インンピーダンス、まあ、抵抗成分っていうのが見えるわけですねでえっとこの抵抗が例えばねまあ皆さんあの中学の時にオームの法則っていうのを習うと思うんですけどあの例えば1オームとかえっと例えばあの100オームまあ簡単に100オームと1オームって比較するとあのどっちがそのギターとかエフェクターに対してその 負荷として重いかか重荷になるかというのを考えるとこれ1オームの方がギターとかエフェクターに対して非常に辛いんですよね。うん、というのは、えっと、例えばギターとかエフェクターっていうのはその出したいその電圧の振幅出力を出してそれをアンプに伝えますよね。その時ににアンプの入力に 1> 1オームとかついてたらで例えばじゃあえっ、ー、とギターの出力が1ボルトとしましょう。で1ボルトに対してアンプの入力に1オームついてたらこれオームの法則で電流は1アンペア流さないとダメなわけです。うん、と,ということはギターとかエフェクターは1アンペアという あの結構な電流をその流し込まないといけなくなる。でたや100オームだとするとえっ、ー、とまあ1ボルトだとすると、えー、1 0ペアかコンマゼン1ア、まあ100分の1でいいわけですよね。ギターとかエフェクターがえっ、ー、とそのアンプに供給する電流が100分の1で済むわけですよ。ということはその インピーダンスは高いいほど重荷にならならインンピーダンスが低いと重荷になるうんですね、うん。ということで何を喋ってたのか <laughs> えっとあのそうそうそう,そうあのそのバッファーというのはああ、まあ、実際ねそのギターとかエレクターがそんなに大きい電流をあの吐き出すことっていうのは 結構で,、まあ、できないいと辛んでですよねでしかしそこにバッファーを置いてあげるとバッファーというのはその電流を実は、まあ、無尽蔵にはさすがに無理ですけどその電流をですね元気にその負荷となるアンプとかシールドケーブルに対して電流をつぎ込むことができる、うん。なんかお金持ちの人がお金をこうボン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 こうつ、あのー、ぎ込むみたいなね、うん、そんな感じで。 あのえっ、ー、と、まあ、バッファーというのはそのインピーダンスを低くするさらに元気に電流をつ、えー、ぎ込むことができるという、えー、ご利益があるエフェクターです。はい、で結局その、えー、とバッファーというのは電圧を保ちつつ電流も元気に吐き出せるのであのいわ、まあ、要はその電力を。 えーと元気よくですねあの供給できるあのエフェクターになります、まあ、ちょっとね、まあ、この辺電流電圧電力とかと言い出すと結構みんな皆さんねあのもう頭こんがらがる人がいると思うんですけど、うんあのまあえー、バッファーというのはそういうふうにあのギターとかエフェクターにぶら下がっている重荷、まあ、シールドケーブルですとか アンプの入力のインピーダンスを、えー、と元気に、えー、とドライブできると、うん、そういう、えー、エフェクターですはいでこれを多分こういうことを聞いても多分ねなんか分かったような分からんようなっていう感じの方が多いと思うんですよねうんそれはねもうしかがないです そういうものです。はい。あの、非常に理解するのが難しい。うん。ね。なので、あの、まあ僕みたいなそのペダルメーカーで、例えばバッファーを作ってるとすると、まあ売りたいので、<laughs> あの、バッファーがないとダメだよ、君とか言いますけど、あの、だからその、ね、よくわからないから、まあコロッとこう騙されるっていうのはありますけど、まあ今からちょっとお話を、えー、する、えー、ことで、 えーとそのバッファーに対して、まあ、少しでもあの理解が、えー、深まればいいなと思います。はいえー、今日はね長いですよ。はい <laughs> ね、でもあの理解が深まればいいなと僕も願ってるんですけど今までの話でも十分やや,やこしいですよね。はい、でその今までの話が、えー、とちょっとそでもあの理解ができるように深まるようになればいいなということでちょっと今からちょっとお話をしたいと思います。 でね、まずねこれを見てくださいこれねギターこれはストラトのつもりで書いたんですけど、えー、とギターとアンプを直接シールドでつないぐケースを考えましたで先ほど言ったようにこのシールドケーブルとちょっと今回はアンプの入力インピーダンスはちょっと無視しましょう うん、というのはだいたいアンプの入力っていうのはギターとかエフェクターに対して重荷にならないように高いインピーダンスがそこに設定されているのであの今あんまり考える必要がないと思います、はい、なのでこのシールドケーブルをこう考えたいと思いますねでこれを見てもらうとシールドケーブルに僕この,あなんかこのゲジゲジとこのコンデンサーの絵を描いてますよね うん、これねシールドケーブルっていうのは金属なのでああのー、まあ、基本的にそのこのギザギザの抵抗成分っていうのは非常にちっちゃいんですけどゼロではない、うん、数オーム、うん、ある、うん、でまあその抵抗はねまだいいんですよあのー、金属はすごくあの低いのでもうほとんど気にする必要がないです、うん、で一方ねこの コンデこれあの、えっと、便宜的に1234個だけしか描いてないですけど要はこの、えっと、シールドの長さ全部に沿ってコンデンサーがくっついてると思っていただいて、まあ、まず間違いないと思うんですがこのコンデンサーがこのシールドケーブルっていうのにはその意図せず、うん、意図せずというかし、うんまあ、仕方なくこのくっついてるんですね。 であのシールドケーブルってあの皆さんあのチョキーンときってこの断面見たことありますかねあのギターの信号が通る銅線金属のねが真ん中に通っていてでそれをあの、えー、と絶縁物なんかビニールみたいな素材の絶縁物でこう覆ってますでその上にそのシールドシールドっていうのはそのえっ、ー、と静電ノイズですねを あのがそのギターの信号にこの乗っからないようにえとそれをこう遮蔽するように金属のですねあの網みたいなものがこう覆いかぶさって三重構造みたいなさらにその上に皮膚があるので四0構造みたいになってるんですけどでギターのえーと信号が通る銅線とそのビニールみたいな絶縁物とさらに。 金属ででこれコンデンデサーの、えー、と構造になってるんですねだからシールドケーブル例えばですねこういうシールドケーブルずっとこれコンデンサーがここくっついてると思っていただいてこれは間違いないと思いますでえっ、ー、とそうすると,、えー、と何が困るか、うん、困ったことが起きる うん、それは何かというと,ひとまず結論から言うと、えっと、ギターの広域成分が落ちてあの音がこもります、うん、でそこにバッファーをつけるとその、えっと、シールドケーブルの、まあ、たくさんくっついてるコンデンサーをそのバッファーが元気にこうドライブできるのであのその高音成分が落ちないっていうのがバッファーの一つの えーとご利益の一つですね、うん、でちょっとここをもう一回見てもらうとちょっとここね難しい話になるかもしれませんが、ね、ここにね僕ギターのねピックアップの「透過回路」っていうのを書きましたでこれどう,どうなってるかというとこの,あのこれね信号のねあのマークですでこれ何,何を表すかというとギターの信号ねギタービョンバーンと弾いた時にビーンって音が出るこれを表してますでそこにこにの L コンデンサーの絵を描いてますけどこれは皆さんよくご存知のようにピックアップってもうこうやってたくさんワイヤーを巻いてコイル状になってるじゃないですかそのコイルを描いてますでさらにそのコイルっていうのは細い導線をあれ5000回ぐらい巻いてるのかななのであのいくら金属だといってもそんだけ巻いたら抵抗がついちゃうんですねでそれをこの R で書いてますでさらにその巻いてる線とその下,下に巻いてる線と上に巻いてる線とかのこの間でまたこれコンデンデサーがでできるんですよ、ね、なのでここにコンデンサーのマークも書いてます。なのでここがピックアップの透過回路ピックアップを表現する回路っていうのはこう,こういういうに書けますと。 うん、でさらにギターはこうトーンがあったりボリュームがあったりしますよねでさらに出力のジャックがあってでそこに長いシールドがありますでシールド今回は抵抗とコンデンサーのまあ1個ずつで表現してます、はい、でこの時に例えばここだけ見てもらうとこれねちょっと電気の話で難しくなるんですが えっと、L と C がある回路はいわゆるね共振っていうあの現象が起きますで共振っていうのは何ぞやというとこのグラフ見てくださいこれね縦軸が信号のレベルとしましょうで横軸が周波数としますでそうするとあのギターの信号っていうのはこの周波数が 低いいいととこころろから高にに上がるにつれて一定でではないわけですね、うんまあ、例えば、えー、と6弦弾いた低い音低い周波数と1弦の例えば12フレットとか20フレットを弾いた高い周波数の音っていうのがまっすぐであればもうどの弦弾いても出力が一定っていうのが理想なんですけどそうにはならないこういうふうにね周波数特性っていうのを持ちますで 低いところは割とフラットなんですがこのピックアップの性質で高い周波数でこうピークを持つんですねでさらに高い周波数に行くとどん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 出力が落ちていって聞こえなくなります、うん、で例えばこのこの線見てもこれがねピックアップだけのその特性だとした時に例えばこの シールドケーブルをつなぐとさらにこの C に対してこっちかな ?C に対してシールドケーブルの C コンデンサーがさらにくっつくことになるんですよ。そうすると何が起きるかというとこのピークがこの電気の理論からするとこのピークが低い周波数によってきます。 そうすると今まで高い周波数まで音が出てたのにシールドケーブルのコンデンサーによって高い音が出なくなっちゃうんですよねまあえっ、ー、と簡単に言うとね音がこもっちゃいますね肺落ちするというねうんことが起きますでこれがそのシールドケーブルが重荷になるっていうその現象の一つですねで そうすると、じゃあその、シールドケーブルがないようにしたいじゃないですか。まあまあ、ワイヤレスに収集しまえばいいっていう話ですけど、この、ね、こういうあの、シールドケーブルを使う場合には、どんなシールドケーブルをつないでも、あの、このピックアップの特性だけの音を出したいじゃないですか。ね、こんな配置されたら困っちゃいますよね。うん。ということで、 バッファーの登場ですでじゃあそのバッファーまあバッファーというのは何をえー、っとするものかというと繰り返しますけどこのシールドのコンデンサーに対してあの電流をガバガバその供給できてあのまあいくらこういうコンデンサーがくっついててもへでもねえわというような。 うんなのでじゃあバッファーはこのギターとアンプをシールドだけでつなぐ場合にはどこにバッファーを入れたらいいのか答えは皆さんお分かり A ですよね。 うん、ここに長い長いのがこっくっついてて劣化した信号のところにバッファーを置いてももうこのバッファーまでにも音劣化してますから意味がないわけですねだから僕が言うのはバッファー使うんだったらギターにあギターにバッファーをあのガムテープではつけろっていうね <laughs>、うん、それううぐらいの勢いです。 で、なので、例えばね、ペダルボードを、ギターからペダルボードまで長い線があって、で、その入り口にバッファーを置いても、あんまり意味がないんですよね。うん。ね。だから僕、バッファーをもし使うんだったら、あの、もうギターのすぐ、ジャックのとこにつ,つける。うん。これが正解。うん。だと思います。はい。で、なので、でもそういうわけにはなかなかいかないので、 なので、えっとギターからペダルボードまでは極力短いえっ、ー、とシールドでつな、えー、ぐと、うん、いうことが、えー、僕はいいかなと思います。はい、ね、でですね、あのこれがそのエレキギターとアンプを直につなぐ場合のけあのお話でした。でも大体皆さんあの、えー、エフェクター使いますよね。うんで 例えばその、ちょっとなんかロボットの顔みたいになりましたけど、こエフェクターが、えー、あると。で、そこにから長いケーブルでアンプまで行く。の場合でも同じくシールドにはコンデンサーがつきます。で、えー、っと、えー、これを見るとですね、えー、まあ、ちょっとここに書いてるんですけど、そのエフェクターの出力も、えー、っと、 出力のインピーダンスっていうのがあってそれがこういうふうに抵抗として見えてますでそこにシールドのコンデンサーがあるとこれねこんな感じに見えるんですよねうん抵抗とコンデンサーこれさっきのケースとまるっきり同じでこれね、まあ、ちょっと難しい言葉で言うとあのローパスフィルターというものを形成しますそれは何ぞやというと えと低い周波数の信号だけ通して高い周波数の信号はカットしちゃうこういう特性ですね低いい周周波波数数のの信信号号はは通通すす。けど、高い周波数の信号は通しませんこ。これ縦軸レベルですだから周波数が高くなるにつれてレベルが落ちていくっていうようなそういうこの回路になってしまうわけですよね。 うん、で、こうすると、あの、まあ、あこのエフェクターの出力っていうのは、例えばボリュームとかがついてたら、まあ、100キロとか200キロとか、そういう高いインピーダンスがついてますので、あの、ここのですね、えー、これ式書いてたっけなあ、書いてないのかあ、こっちか。こっちを見てもらいますと、これ見てください。この劣化の、ローパスフィルターの、まあ、劣化の仕方というか、えっ、ー、と、 高い周波数の信号の遮断の仕方は実はこういう式で決まってます。えー、2πRC 分の1、うん、で、えー、っとこの RC っていうのがいわゆるこの、えー、っと出力のインピーダンス、えー、っとエフェクターが持ってる出力のインピーダンスとかですね。 ケーブルがシールドケーブルが持っている、えー、とコンデンサーの成分です。なのでこの R と C が分母に来てるじゃないですか。そうするとこの R と C が大きいとでこのカクンとこうこの高い周波数でその信号がへばり始めるポイント。 っていうのがこの式で決まってるんですけど、それがどん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 、この定域側に来ちゃうわけですね。この R 度 C が大きいと。例えば、1÷1 は1じゃないですか。で、1÷100 はコンマ01じゃないですか。うん。なので、分母に大きい数字が来ると、その割り算としては、答えはちっちゃくなる。要は、周波数がちっちゃくなる。周波数が低くなる。 ということでこの R と C が大きいとこのえっ、ー、となんだ、えー、このカクンとこう下がるこのギターの信号がへばるポイントがどん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 この低い周波数に寄ってきちゃうんですよ。ということは、えー、とこの例えば、えー、このエフェクターの出力インピーダンスが大きい場合もしくはこのシールドケーブルの 容量コンデンサー成分が大きい場合はもうこういうところで低い周波数でもへたり出すわけですねここのギターの信号がと言うことをもう高音は全然聞こえなくなっちゃうモコモコの音になっちゃうっていうのがありますでそこでまたバッファーの登場なんですけどえっとこの場合は例えばバッファーをこのエフェクターの出力にくっ つけると皆さんよくご存知のように、えー、とバッファーというのは、えー、とインピーダンスを低くするマシンですなのでこの R がちっちゃくなるんですね、うん、そうするとエフェクターだけの場合ってこの R が大きいからすぐにへたり始めたんですが R がちっちゃくなるのでこのへたりポイントがですね高い周波数にこう移動するわけですねうんそうすると えとバッファーがない時に失われていた広域成分が、えー、バッファーによって復活するっていう、うん、現象が起きます、うん。というのがバッファーの、えー、と役割ですね。うん、で、えー、とどうですかねあのイメージ。 できますかねちょっとあの数式とかも出てきてちょっと難しかったかもしれませんけど、うん、で皆さんがよく言ってるそのインピーダンスを低くするっていうのはまさしくこういうようなケースで説明すると分かりやすいかなと思いました。うん、でじゃあそのバッファーって中身何入ってんのっていう <laughs> ねあのお話になってくると思うんですけどこれ皆さんちょっとこういう電気回路を見るともう パニックになる人もいるかもしれませんが、これ、えっ、ー、と、このバッファーの、こまあ、こういう、あのエミッターフォロワーとか、ソースフォロワーとか、あと、ボルテージフォロワー、オペアンプを使ったボルテージフォロワーなんていう、あの、まあ、代表的な形式があります。うんで、えっ、ー、と、まあ、これ、エミッターフォロワーっていうのは、ここが、まあ、例えばここにエフェクターがあると思ってください。 えっと、エフェクターからこういう回路を経て、えっと、出力に出ていきますその時にここの出力のバッファーの出力のポイントですでにインピーダンスが低くなる回路なんですこれってでじゃあ何であのインピーダンスが低くなるのかっていうのを説明すると多分大学の授業みたいになるのでちょっとここではやりませんはいで えっとこれはえっとバイポーラートランジスターを使ったエミッタフォロワーですけど、あのモストランジスターをつえ使ったソースフォロワーっていうのもまあ、役割はもうほ,あの、まあ、ほぼ同じです、うん。でも、えっとですねあのー、こっちのバイポーラートランジスターを使ったバッファーの方がより、えっと、入ってくる信号に忠実な出力を出すことができます。はいうん で、これね。要はえっ、ー、とゲインが1倍のアンプなんですよね。うん、あの入ってくるものと出ていくものはまるっきり同じなんですけど、元気だけ良くなってるっていう。そう考えてもらってもあのいいと思いますね。で、あの、元気のない信号をこここういうところに入れるとここへだって出てくるんですけど、あのここにこの元気になる。 回路を1個入れると元気なまんまこのシールドケーブルを通っていくみたいなね、うん、そういう役割をしますはいでこれもねえっとボルテージフォロワーっていうのは、えっと、こういう三角で書くとこうなってるんですけどこれこの出力をだけこう抜き出したらですねえっとこれ例えばまあバイポーラーオペアンプだとするとこのエミッタフォロワーの NPN と PNP のタイプが 縦積みされて、電流を出すのも元気、引っ張り込むのも元気みたいなね、めちゃくちゃこの強力なバッファーになってます。はい、うんということでですね、 あのまあちょっとタラ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 と喋ってしまったんですが、えっと、皆さんちょっとイメージねできるようになりましたですかねやっぱりこの辺ねバッファーというのはあのきちっと説明すると本当に難しくてあの今ちょっと30分ぐらい話をしたんですけどもう非常にねこの重要なところを端折ってあのイメージ先行で。 えー、喋ってもこんな感じになっちゃうんですねあの。非常にちょっと分かりにくかったっていう方には申し訳ないんですけど、うん、まあえっ、ー、と要は、えー、シールドケーブルとかアンプの入力とかエレキギターとか、えーバフえー、とエフェクターの重荷になるようなものに対して元気に電力を供給できるエフェクターで。で えとまあ、別の言い方をすると、えー、ギターとかエフェクターにくっついてるそのシールドとかアンプをあたかもそれがないかのようにしてしまう、えー、エフェクターです、うん、なのであの入れる場所は非常に要注意、うん、例えばギターとアンプもしくはギターとペダルボードまでの距離が長いのであれば ギターの、えー、直後に置かないと意味がない。うん、でえー、っとペダルボードからアンプまでが長い場合は、えー、ペダルボードの、えー、っと出口直後にバッファーを、えー、置かないと意味がないです。でよくねあのー、ペダルボードのペダルとペダルの間に置いてる人とかいるんですけど僕はあんま意味ないと思うんですよね。 うん、あの今のエフェクターってそのたまとあるエフェクターに対してとあるその後ろにつながるエフェクターがこっちの重荷になってたら必要ですけどその,のって今あんんまりないんですよね、うん、その辺はねちゃんとね考えてあの設計されているのでエフェクター A というエフェクターに対して B というエフェクターが重荷になるということはまずないです。 でさらに、えー、とこのエフェクターとエフェクターって短いパッチケーブルでつながっているのであのそこに、えー、とシールドの、えー、コンデンサー成分がついたとしても、まあ、ビビたるものですねなのでエフェクターとエフェクターの間にバッファーっていうのは僕はいらないと思います、はい、要は長い長旅をするケーブルうん長旅をする前に元気をつける長旅の前ですよ うん、にその元気ををつけて旅をするっていうのが、えー、と僕はそのバッファーの正しい使い方だと思いますはいでね、えー、いつかねえー、っと本当にあの電気回路としてこのバッファーを解説したい、うん、ですね、うん、そのエミッターフォロワーっていうのはどういう原理でどういうことをする回路なのか、えー、ボルテージフォロワーっていうのは あのどういう原理で動く、どういう回路なのかっていうのを、本当に専門的なですね、あの、えー、っと、説明をですね、えー、したいと思ってます。うん、でも多分、誰も見てくれない <laughs> と思うんで <laughs>、ちょっと悩ましいですね。はい。ということで、ちょっとね、難しい話と簡単な話がね、中途半端にこう、ない混ぜになってしまって、えー、ちょっと申し訳なかったかなと思いますけど、はい。えー、っと、ということで、えー、バッファーの、まあ、 ちょっと徹底の解説でした。はい、では皆さん、良い週末を。